てか腹減ってきたな。飯とか水とかってどうすれば。神宮寺、もうやだ疲れた、やだ足痛い。まだ1時間も登ってないぞ。マジで厄介だなこの呪い。すまん神宮寺、もう歩けないかもしれない。俺のために、俺のために、争わないでくれ。教えてほしいな。見事仲間内をクラッシュさせてみせますよ。桜女かお前は。露出も少ないしサイズもぴったりだ。魅了されるってことはそういうことなんだよな。こいつこんなこと言って、内心この見た目が可愛くてたまらないんだよな。すっげー、なんて気持ちいいんだ。可愛いということは